川口湖町は、かつて、山梨県南鶴郡にあった町である。平成の大合併以前の山梨県における町の中で、白根町、串形町、厚生町、四季島町、上野原町、白州町、中道町とともに、町を、町と読む、数少ない自治体の一つであった。この七町は合併で消滅したが、当町の後ろ身である藤川口湖町は、 現在も県内で唯一、町を名乗っている。県南東、群生端部に位置。中央部には隣接する足和田村、勝山村にもかかる、川口湖があり、南岸や周辺に集落が展開する。町域の大部分は、富士山裾野の原野など山林地帯であり、富士箱根伊豆国立公園に属する。北東部は三津峠山を境に、西勝蘭町と接し、北部は、 三坂山地を境に三坂町と足川村に接し、西部は足和田村と勝山村に接し、南部は藤原屋を境に鳴沢村、藤吉田市と接する。川口湖越の藤山町域では、縄文時代からの遺跡が確認されているが、本格的な遺跡分布調査は行われておらず、全貌は不明。川口湖中の宇野島遺跡は、 縄文時代晩期から、弥生時代早期に至る移行期の遺跡として知られている。古代の立領成果では、鶴軍域に否定され、加工は一時八分台軍域に含まれていた。古代海の国では、東海道から海の国府へ至る古代感道の海示が整備されて、いたが、船津から川口湖北岸にかけては、 感動の道筋に推定されており、演技式では海二三駅の設置が記載されているが、河口には川口駅が存在したと考えられている。上岸六年には富士山が噴火し、富士北陸でも被害を引き起こしているが、川口の河口浅間神社は噴火の翌上岸七年に、海国川での鎮災のため創建されたものであると伝わっている。平安時代に、 甲府盆地各地では、荘園が成立し、郡内では、桂川流域の測り層、富士北麓の大原層が成立しているが、町域から、足、和田、勝山にかけての地域は、大原層に否定され、町域の大原は吉田に対する広域地域故障であると考えられている。平安時代には、河口の滝沢遺跡は海時にも接する、集落遺跡などがあり、 牧書土器などの湿度も地資料や貝型土器も湿度している。中世には、鎌倉街道を通じて、軍内地方へ、日蓮や自衆に祖保川正則らが往来し、町域にも妙法寺や城在寺など、日蓮修寺院が分布しており、信仰の拠点になっていたと考えられている。船津口と残道は、吉田口と残道と並ぶ富士の東海拠点であり、中世後期から近世には、 計画的な短冊掲地割に腰宿が並ぶ川口、腰が栄え、船津と川口には石所が設けられた。川口腰は、上吉田と並ぶ富士北麓の腰町であったが、近世には、富士港の中心が上吉田へ移り水尾する。天然の流出口のない、川口湖はしばしば満水し、勝山木によれば、中世から、しばしば湖岸に水害を及ぼしていたという。一方、 東の新倉村は、溶岩大地の広がる開拓困難な地域であったため、江戸時代には、双方の問題を解決するため川口湖から新倉へ、水道を掘る新倉掘り抜きの計画が浮上し、谷村藩主は木本市時代に改作が行われ、谷村大官支配の効果分給、分給源治年間には、村単独の不審事業として行われた、改修工事によって完成した。主要産業は、 入会地での山稼ぎのほか、養蚕や農管機を利用した、軍内式の生産など、軍内地方の典型的なもので、隣接する相模国方面へも行商に歩いた。明治には入会地が監修され、明治44年には、組合管理となる。近代には、ジャガイモ、トウモロコシなどの畑作や、交通機関の発達後には観光業が主体となり、 別荘地の経営やハーブ栽培も行われている。ありがとうございます。